この形ならまあ割と簡単に作れます。簡単でそれなりに可愛く仕上がります。こんにちは、うさんこです。今日はこちらの靴型ポーチ作りたいと思います。ちょっと作ってみたいと思うでしょ。この形ファスナー 10cm で簡単に作れちゃいますよ。裏に返すとね、こんな感じ。試作品なのでちょっとひどいでしょ。簡単に仕上げるので中はジグザグミシン仕上げになっています。中は穴なんですけど、表からはこんな感じになります。型紙まで自分で作れます。型紙ですが 16cm×9cm の紙、上から 5cm のところに線を引きます。上から 5cm です。左側の上下隅に 2cm×2cm の正方形を描いてください。上の四角、この対角線上、右下から 5mm のところに印をつけてください。中心から 5mm のところと 5cm、下の 2cm のところを通ってカーブを描きます。重ねてこの線の上をカットしてください。そうすると靴底の型紙ができます。この靴底の型紙をもとに先っぽ作るんですけど、ここの縫い目の線がこの部分の 5cm のところになります。下側には縫い代をつけて上の部分を使います。で、サイドの部分はこれとは別に紙を用意してください。4.5cm×13cm です。おさらいしますと、この靴を作るにはまず靴底、靴底の型紙が必要で、つま先の部分はこちら、この靴底の 5cm のところが出来上がり線で、ここですね、下の部分に縫い代 1cm を足したものが必要で、サイドは4.5cm×13cm の紙が必要になります。材料はこちら。表のパーツ。黄色いのが裏のパーツです。で、表布の裏にはすべて接着芯貼っています。どれにも接着芯貼ってありますよ。接着芯ね、貼るとしっかりしますからね。型紙通りにカットしてください。型紙には縫い代が含まれています。ファスナー部分から作っていきます。今回金具が靴の前の方に来るように作っていきます。開けた時は金具がかかと側です。ファスナーと表布のサイドを中表に合わせます。布端から 5mm のところに中心を合わせてセットして、かかと側のファスナーの端だけ三角に折り上げます。布端から 5mm、ファスナー端から 5mm のところを縫っていきます。かかと側だけ三角に折り上げて縫います。ファスナーの金具は開け閉めしながら縫っていきます。かかと側だけ三角に折り上げたまま縫ってくださいね。折ったまま縫うときね、目打ちなどを使って縫うと縫いやすいかと思います。縫えたら裏布を中表に重ねます。表布の縫い目の 2mm 下を縫ってください。縫えたら表布と裏布を重ねます。ファスナー端から 2mm のところを縫ってください。反対側にも表布と裏布を縫い付けていきますよ。同じように中表に重ねて、こちらのかかと側だけ三角に折り上げて縫っていきます。縫えたら裏布を中表に重ねて、表布の縫い目の 2mm 下を縫っていきます。表布と裏布を重ねて、ファスナーの端から 2mm のところを縫っていきます。はい、靴のパーツ一部ができました。次はね、つま先部分を縫っていきますよ。こちらのパーツを一緒に縫い合わせちゃいます。ちょっとねファスナー開くとこちらね開いちゃうので、ここちょっと縫い留めておくと縫いやすいです。表布を中表に重ねますが、ファスナーの中心とつま先の中心合わせてください。ファスナーの金具の際に縫い付けます。縫い代 1cm です。金具の外側にここの 5cm の線がくるようにセットしてください。ピンクの線が金具の外側にくるようにセットしてくださいね。裏布も重ねます。表布の 5cm の線と裏布の 5cm の線が合うように中表に重ねてください。裏布と表布を一緒に縫い合わせていきます。ゆっくり縫えばね、縫いにくいことはないと思います。縫えたら表に開いて、端から2ミリぐらいのところを縫い押さえますが、お好みでこんなレースとかを一緒に縫い押さえると可愛いです。ブレードっていうのかな、レースとかリボンとかブレードとかを一緒に縫い付けちゃってください。何もなくても構いません。縫えたらかかとの方を縫い合わせます。縫った後に端にジグザグミシンをかけますよ。こんな感じです。ファスナーの際を縫ってください。縫えたらジグザグミシンです。靴のパーツができました。そこと縫い合わせていきます。そこはね表と裏を外表に重ねて、で周囲をちょっとまとめます。ベロンと開いて縫いにくいのでちょっとまとめておきます。組み立てていくんですが、中心と中心合うようにちょっとね切り込み印を入れます。小さく中心と中心を合わせて中表に合わせてください。かかとの縫い代は片側に倒します。つま先のねちょっと角の硬いところは三角に切り落としておいた方がいいです。ピタッと合わせてください。ちょっとねダブつく時はここで調整しておいた方がいいです。こんな感じでねかかとを余らしてください。で周囲を縫い代 1cm で縫いますが、ファスナー部分が返し口になるのでファスナー開けておいてくださいね。縫い代 1cm で縫っていきます。ちょっとねかかとが縫いにくいかもしれないんですが、ゆっくり縫えばねそこまですごい縫いにくいっていう感じではないです。ゆっくりゆっくり縫えば大丈夫です。縫えたのでちょっとね余分なところカットしていきます。かかとはね生地が少し余ってるのでその分もカットです。つま先カーブが綺麗に出るように内側の布だけ切って切り込み入れておきます。ほつれ止めに周りにジグザグミシンをかけてファスナー口から表に返します。ちょっと寄っちゃってる部分があるけど大丈夫でしょう。靴の形調整するならこのタイミングで縫い直してくださいね。なんだか歪んでるんですけどいっかっていうことでできましたよ。ハイヒールっていうよりバレーシューズみたいな感じですね。中はこんな感じです。よく見えないんでね全然ジグザグミシン仕上げでも問題ないかと思います。布切り返してリボンつけると全然雰囲気変わりますよね。もっとね靴っぽい形にしていくと難しくなっちゃうのでこれぐらいの形でいいかなと思ってます。で今回ねボタン入れてますけど小銭とかね入りますよ。たっぷりコインケースとしてね使っても割とねたくさん入るのでいいかなと思います。だいたいね大きさ 14cm ぐらいかな。ま先からかかとまで14センチです。でも履けませんからね、これ靴じゃないんでね、ちょっとね歪みが気になりますけど、まあ、まあいいってことで、端切れを合わせて作るの楽しいです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。